こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、いろんな方をゲストにお招きして、趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや、始め方など、美味しいところを聞いて、新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。自分自身の人生を変えるのは、自分自身なんですけれども、その決断に至るために、新しい出会いや新しい経験というものがかなり影響を及ぼすと思っています。新しい知識、新しい出会いがあることで、ちょっと違うところにも行ってみようかなって思うものですよね。じゃあ、そういう新しい人との出会いや新しい経験はどこで得られるのか、そのヒントになる回です。というわけで本日もいただきましょう。DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速今日のゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。はい、皆さんこんにちは。はじめまして、ふみんこと近藤ふみこと申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ふみんさんが来てくれました。イエイ、ありがとうございます。いや、緊張するな。でも楽しみにしてました。あ、嬉しいです。ありがとうございます。初のゲストなんですね、私。ゲスト出演。あ、そうなんですか。人の番組に出るっていうことがあんまないんですね。はい、すごい緊張と楽しみでいっぱいできました、うん、僕も最近人の番組に出るっていうことをちょこっとやらせていただいたんですけど、はい、ある種気楽でいいなっていう部分もあるなと思って編集をお任せしますみたいな感じなので、あの、お任せします、はい、それぐらいの気持ちでいていただいて大丈夫です。わかりました、うん、楽しみですよ。よろしくお願いします。ふみんさんの自己紹介お願いしてもいいですか。はい、はい、大学はフランス語とかフランス文学をちょっと勉強していたんですけども、大学卒業して5年間は公立の小学校に勤めていて、学校の先生。そうですね。で、そこから、アナウンサー受験をしてラジオ局に入ったりとか、あとはテレビの制作をちょこっとかじらせてもらったりして、今はフリーアナウンサーと教員と、あと公認心理師の仕事もしていますっていう感じですかね。一人の人のプロフィールですかっていうぐらい、なんかちょっと広く浅くな感じで今やってますね。はい、おしゃべりのプロが来てくれました。いや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 、もうちょっといじめないでくださいよ。よろしくお願いします。お手柔らかに。よろしくお願いします。そんなふみんさんの趣味って何ですか。はい、趣味はですね、結構私つまみ食いタイプなのでいろいろあるんですけれども、うん、でも一番ずっと趣味だなっていうのはバー巡りとか一元入店ですかね。へえ、うん、ああ、じゃあもう一つのバーに決めていくんではなくて、うん、もう初めましてで行くのが好きなんですか。あれ一番緊張しません？結構好きなんですよね、そのスリルと、うん、あとなんかこう自分の感性が研ぎ澄まされていく感じが、あ、ここいいかもみたいな、うんうん、なんて言うんだろう、感覚で入って、で、 でもしかもそれでもすごいめちゃくちゃ良かった時がすごい嬉しいっていうか、出会いもあるし、うんうんうん、なんか新しいものをこう見られて感じられて飲めてなんか体感できるっていうのがすごい好きですね、うん、いいバーを見つけたらそこの常連になるんじゃなくて、それでもやっぱり探し続けるわけですよね、うん、なんかすごいかっこよくまとめてくれてますけどもちろんなんかその楽しみ方として、あ、今日はここに飲みに行きたいなとか、ここのバーテンダーさんに話しに行きたいなとか、ここのカクテル飲みに行きたいなっていうのはあるんですよね。あとは場所とかで、あ、この人と飲むのに合うなとかって、もともと行ってるバーに行くのももちろん好きなんですけど、はい、でも定期的にやっぱり新しいところを開拓してだったりとか、あと何も調べずに行ってっていうのはやっぱり、ね、楽しいですね。旅先とかでもよくやりますね。あ、旅先とかはね、いいですよね。もう知ってるとこがないから、逆にね、うん、いや、僕結構その均等しないタイプなんですけど、はい、初めてのバー一人でですよね、しかも。あ、そうですね、その初めてのバー一人が、うん、結構緊張するランキングでは上位にいる気がする緊張するランキング確かに緊張しますよね、うんうん、そこではどういう出会いがあるんですか。どうい
出会い、バーでの出会いって、はい、ちょっと習い事をした出会いとか、はい、仕事内で会う出会いとはまたちょっと違う特別なものな感じしますよね。そうなんですよそうなんですよ。だからやっぱりこのバーの空間というのと、うん、やっぱりこのマスターさんの世界観とか、うん、お人柄ももちろんそうだし、そこにたまたま居合わせたお客様、うんっていうのとももう出会いがあるし、日頃自分が出会ってなかった考え方とかに出会えるっていうのがすごく新鮮なんですよね。うん、うん、じゃ結構その初めて行ったところではお話積極的にしていくタイプなんですか？したいんですけど、最初は結構様子見ちゃうタイプですね、うん、私は。そうですよね、いきなり回すのは無理ですもんね、はい、ちなみにちゃんとしっかり緊張します。特にやっぱり、うん、はい、中が見えないお店とか結構聞かれるので、うん、はい、やっぱり見えないとすごく緊張します。だから、うん、ドアの前で結構5分ぐらいうろうろしたりとか、うん、どうしようかなとか迷ったりもします。そうなんですね。じゃあもう、はい、緊張しないから行けるんじゃなくて、緊張も含めて楽しんでるっていうタイプなんです。そうなんです、そうなんです。でやっぱり勇気を出して開けた時になんかその感じるものがすごい好きだし、で結構おとなしく最初はこうね猫をかぶっておとなしくやっていって、で徐々になんかこう空間が分かって、まあ、分かってないかもしれないけどもう大丈夫かなみたいな感じのタイミングでちょっと話したりとか、はい、はい、面白いですよね、うん、そう。いいとこだとバーテンさんから話しかけてきてくれたりとかしますもんね。そうですね、うん、でなんかその話しかけられ方とかもなんか勉強になりますし、うん、逆にそうですね、初対面で話しかける時の初手って結構難しいですもんね。難しいですよね、うん、見えないところだと緊張するとおっしゃってましたけど、はい、バーって8割方外から見えないですよね、うん、確かにそうですよね、うん、急な階段を上るパターンか急な階段を降りるパターンのどっちかな印象があります。確かに階段多いかもしれないです ね、やっぱりこう落ち着く空間だからっていうのもあって、ね、うん、音とかも気にしてそういう内装にしてるところもね多そうですけど、うん、そうやって初めて入ったバーで頼む飲み物ってもう決まってたりするんですか？うん、最近だとウイスキーの水割りが多いですね。うんうん、なんか昔はジントニックにハマってた時はジントニックだったりとか、うん、1杯目は絶対ジントニックって決めてた時もありました。あ、マティーニとか頼んでバーテンの腕を確かめるみたいなのもいやー、それはいきなりはしないですかね、私は。なんかそんなにお酒強くないので、うん、なんかどっちかっていうといつも飲んでるウイスキーの銘柄とかを、うん、いつも結構好きなタイプを伝えて、なんかおすすめありますか、で水割りでおすすめありますかって聞いて、うん、で見ていってなんか飲んだりとか、マティーニはそんなに初めてのお店では飲まないかもしれないですね、うん、バーテンダーさんにもよるっていうか、その、うん、なんだろうな、多分私の好みが分かってバーテンダーさん作ってもらった方が作りやすいと思うので。あ、うん、自然体な飲み方がいいですね、はい、そうですね、うん、あ、じゃあめちゃくちゃ飲むとかっていうわけではないんですね。そうですね、なんか楽しむ、うん、美味しく飲むっていうのを大事にしてる感じですね、うんうん、お酒のある場の雰囲気がお好きみたいな感じですね、うん、そうですね、まあ、全然潰れることとかも稀にありますけどね潰れるとかって、はい、ある程度飲んでる回数だったり年齢重ねてったりとかするとなくなるもんなのかと思ってたんですけど、うん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 、僕もこの1週間で1回潰れてますから。本当ですか、大丈夫でしたか？いや、久しぶりにソファーで寝てましたね。あ、それはそれは土平日にやるとダメージがでかいですね。そうなんですよね、あれ不思議ですよね、なんかその潰れた後はもう絶対こんな飲み方しないとかって思うんですけど、はいなんか気づいたらねこう楽しくなっててみたいな、うん、繰り返しますよね、うん、定期的に全然学ばないんですよ過去からやっぱりね楽しくもありますからね、うん、こう飲む人は過去から学ばない飲み方をする人の方が好きですよねそうかもしれないですね気持ちわかるっていうねでもそうやってバー巡りをされているっていうのは、うん、特にねその女性でバー巡りをするってなんかきっかけってあったんですか？きっかけは、うん、まあ、終電を逃したのがきっかけですね。ああ、まあ、教員2年目
年ぐらいだったかな、なんかすごい仕事頑張った日で、うん、当時は結構多摩地域だったんで、はい、やっぱ近所で飲むと保護者の方とか会っちゃうので、うん、遠くに飲みに行ってた、あ、飲みっていうか遊びにも行ってたんですけど、はい、なんか美味しい焼肉が食べたいと思って一人でめちゃくちゃ高級な、なんか六本木の焼肉に行ったんですよ、一人で、はい。で、それがなんか美味しくって、で、気づいたら普通に終電もう逃してて、うん、で、そこの焼肉屋さんに、え、大丈夫終電って言われて、あ、すいません、終電ないですって言ったら、バーを紹介してくれて、うん、でそこに一人で行ったのが初めですかね。なんか東京カレンダーみたいな話ですね。いや全然そう、一人なんでデートとかじゃないんですけど、はい、ね、若い女性教師がこう終電逃してバーで飲んでるってなんかすごい素敵なシチュエーションな感じがイメージできちゃいました。うん、ありがとうございます。でも本当ね、やっぱりおっしゃる通り当時はすごくこうワクワクしたし、うんうん、なんか初めての経験だったのですごく、そうですね、確かにキラキラした気持ちだったかもしれないです、うん、初めての一人バー六本木って結構ハードル高くないですか？そうですね、なんかすごくなんか怖かった、なんか最初大丈夫かなみたいな怖かったですね。実際はないと思うんですけど、うん、その町町でイメージあるじゃないですか、はい、その中に夜飲みに行くのの六本木って最初ハードル高いイメージがあるなと思って。そうですね、なんで行ったんですかね。焼肉屋さんがすごいあの美味しい焼肉選んでたら六本木だったんです、たまたま。僕自身も社会人の最初の10年ぐらいずっと六本木だったんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので実際個人的には六本木に対してそんなになんか怖いイメージとか全くないんですけど、はい、もうなんならずっといたところなんで一番お店知ってるぐらいの感じなんですけど、うんうん、一般的にはなんかねハードル高いイメージがあるなと思って。なんかね、うん、夜の街っていうイメージがあります。はい。そっか、じゃあその一発目でバー一人飲み楽しいってなったんですね。実はそうじゃないんですよ。まあ、そこでなんかあの西麻布でよく飲んでるなんかすごい平和な方々、はい、なんかいろんなお仕事されてる方が集まってて、はい、でなんかそこで初めてなんかそういう方たちに出会って、うん、でお酒一緒に飲みに行ったりとかその後しだすようになって、うん、でオーセンティックバーに一回連れてっていただいたんですね、うん、そこで知り合った方に、はい、それでそこのオーセンティックバーにドハマりした私が、あ、こういうとこって一人でも行っていいんですかとか言って今思えばなんかすごいなんかあの連れてってもらったお店に一人であのその後通う女って結構なかなかだなと思うんですけど。あ、そういうもんなんですね。なんかそのパターンあんまり僕自身が経験したことないからなんですけど、はい、そういうお作法みたいなのもあるんですね。いや、なんかもう全然気にせず行っちゃいましたね。うん、それが楽しそうだなと思いますよね。でそこから結構いろいろオーセンティックバー中心に、うん、バーテンダーさんに教えてもらったご紹介で行ったりとか、はい、自分でも一元で行ったりとかで、うん、どんどんハマっていったって感じですかね。お酒をやっぱり調節して作ってくださるのがすごく新鮮で、うんうん、なんかあのメニューが決まってるわけじゃなくてお酒のなんか度数とかも調節してくれたり、うん、なんか味とかも調節してくれたりっていうのがあって、うん、アルコール弱かったんですけどそれですごく飲むのが楽しくなったっていうのが、うん、そこのバーにハマったきっかけ。なるほど、うん、繰り返し飲んでいくと徐々に強くなってきますしね。そうなんですよ、いつの間にかウイスキーも飲めるようになったし。、うん、そうなんですよね、うん、不思議と。最初フレッシュフルーツカクテルっていう、うん、生のフルーツそのまま使ったカクテルがすごく好きで、うん、メロンだったかな最初飲んだのが。もう衝撃的だったんですよ、うん、そこからいろいろ飲むようになりました。確かに、うん、バーっていろんなオーセンティックなお店もあるし、うん、ちょっと今風だったり近未来だったりとかいろいろありますもんね、うんうん、そうなんですよね、うん、で出会う方法がいろいろあって刺激的というか、はい、仕事の悩みとか相談しても別の角度からなんかアドバイスをくれたりしてすごく心がね救われたんですよね。バーテンダーさんもお客様も、あ、うん、いう方が多くて。そっか、別に年齢だったりとか、うん、住んでる場所だったりとかで絞られて集まるわけじゃないから、うんうんうん、本当いろんな人がいるんですね。そうなんですよね、うん、考え方とかも本当に様々なので、うん、
じゃあ今は港区以外も行かれてるってことですね。うん、あ、もちろんですね。全国、あの世界っていうか、まあ、海外はフランスと上海と台湾しか行ったことないんですけど、うん、はい、旅行に行ったら絶対そこのバーには行くように行きたい。ってか、うん、行きたいから旅行に行くって感じですかね。それは、うん、なんか住み分けがあんまり他の人には難しいような気がするんですけど、はい、バーとパブとみたいな感じでいくつかあるじゃないですか、うん、夜お酒飲める場所ってありますね、うん、それはやっぱりバーなんですね。なんか最初はバーでした。でも最近はなんかどんな携帯でもうん、いいなって思うように、なんかもちろ ん, なんか最初の焼肉屋さんに紹介していただいたちょっとカジュアルめなワイワイしてるバーも、うん、そこはそこで通ってたんですね。すごくそこの場にいる方たちも好きだったし、バーテンダーさんも好きだったので、うん、だからまあそれぞれの業態好きですかね、うん、いいですね、うん、ちょっとそこで新しい出会いがある、その恋愛的な意味じゃなくて新しい出会いがあるっていいですよね、うん、なんか視野が広がりました。価値観とかもこうじゃなきゃいけないみたいのなんか無意識に思ってたのが、うん、スパッと晴れてというか、はい、あ、こういう生き方もあるんだ、へえみたいな。いろんなお仕事してる方とかもいるので、うんうんうん、そっか。じゃあ最初自己紹介でされていた、はい、学校の先生やられてた後にアナウンサーになられて、うん、てるじゃないですか、はい、それはやっぱりそのバーでの経験とか出会いだったりとかも影響はあるもんなんですか？あ、多分影響はあると思います。直接的な影響はないにしても、うん、なんかちょっとつまずいた時に、あ、でもなんか挑戦してみようとかって思えたのは、うん、そういう出会いのおかげだと思いますね、うん、やってみようって思えたのは、うん、いろんな人と会うことで視野が広がるから、つまずいたり挫折しそうになった時に気持ちを落ち込むよりもこう次見れるようになるっていうのは、やっぱ人との出会いが増えれば増えるほどポジティブになれる部分ってありますよね。本当にそうだと思います。いろんな人に救われましたし、うん、まああのね、本当にその前の職場の方にもちろん助けていただいたんですけど、うんうん、それだけじゃなくていろんな人に救われたなって思ってますね。それでこう道がどんどん開けていったかなって思ってます。うん、面白いですね。じゃあ、うん、ちょっとこう今何かつまずいてたりとか何か壁にぶち当たってる人は、もしかしたらバーに行くのがおすすめかもしれないですね。いいかもしれないですね、うんうん、だからのバーももちろんそうだし、他にもなんかこのお店行ってみたいなとか、ね、こんな趣味始めてみたいなとか、うん、ここに行ってみたいなとか、この仕事ちょっとやってみたいなとか、そういう気持ちを素直にね、その気持ちに素直にちょっと行動してみるっていうのはいいかもしれませんね、うん、そうですね。いろいろなところを見ていくっていう発想に多分近いと思うんですけど、うん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 、やっぱりすごい月並みな発言になるかもしれないですけど、一回きりの人生じゃないですか。いやもう本当それですよね、うん、なるべくいろんなもの見たいですよね。うん、私もそう思います、うん、そう、なるべくいろんなもの見たいし、基本的には全部初体験で埋めたいみたいなぐらいの気持ちがあるから、うんうんうん、あ、そっか、うん、そう考えるといろんなバー巡るっていう発想になんかすごく、うん、いろんな国行きたいなっていうのと近いんだなって思いました。あ、そうですね、その感覚に近いかもしれないです、うん、で、なんかその行った中で本当にめちゃくちゃお気に入りが見つかって通い詰めることもありますし、うん、そう、だからなんかそのバランスも面白いなみたいな。確かに感じですね。そうね、うんうんうん、お仕事とかもきっとそうだと思うんですよね。なんか、うん、これはもう人生かけて突き詰めてこれだけやるんだっていうのがもしかしたら見つかって、うん、それだけやるかもしれない、また変わるかもしれないし、はい、うん、ベストだと思ったところに出会ってても、うん、日々過ごしていくうちに、うんうん、マインドが変わってって新しいところを見たくなるっていうこともあるでしょうしね。あ、確かにそうかもしれない、それが近いかもしれないですね、うん、ふうみんさんのバーでの楽しみ方で、うん、おすすめな、まず行ったらこれしたらいいよとか、なんか初めて行く人におすすめのお作法というか、お作法ってことじゃないかもしれないですけどなんかあったりしますか？いつも飲んでるものももちろんいいんですけど、うん、それは伝えた上でおすすめを頼むっていうか、こう委ねるっていうのはぜひおすすめしたいですね。おー、こういう味わいが好きとか、こういうお酒をいつも飲んでるけどなんかおすすめありますかとか、うんうん、委ねるとなんか新たな世界が見られるっていうか、そのバーテンダーさん考えてくださるので、うんうん、委ねるのは結構おすすめですかね。あ、なるほど。コンシェルジュというか、はい、キュレーターというか、うんうんうん、この辺好きなんだけど、うん、自分に新しい出会いくださいみたいなお願いができたら。そうです、そうです、うん、いいですね
でもそれってすごいいいですよね。うん、醍醐味ですね。僕また全然違うバーなんですけど、はい、漫画バーみたいなのに行ったことがあって。漫画バー、漫画が置いてあるんですか？そうなんですよ、いろんな漫画がどんな長期連載のものも最大3巻までしか置いてないバーなんですね。めちゃくちゃ面白いですね。3巻までなんだ。漫画コンシェルジュの方がいて、バーテンダー兼漫画コンシェルジュの方がいて、はい、僕学園ものが好きで好きな漫画だったとしたらこの辺があるんですけど、うんうん、これぐらい満足感がある学園ものの漫画で何かいいのありますかとか、うん、バンドもの好きなんですけどとかって言って、バンドものありますかって聞くと、うん、スッと1巻を渡してくれて、それを読みながら飲むっていうバーなんですよ。え、行ってみたいです。渋谷にあって、まだあんのかな、5年ぐらい前に行ったとこなんですけど、そこで僕こういうの好きなんですけどおすすめありますかって言われて出た本が本当にそれまで知らなくて、うん、しかも読んでみたら面白くて5年経った今もその連載を楽しんでるっていう出会いになってるんで、うわーすごい、あれもう一回行きたいなって思ってるんですよね。うん、もう一回行きたい。でもそれ多分一回だけ行かれたってことですよね。そうなんですよ。でもなんかその一回なのにずっと心に残ってますよね、そのお店のことって。そうですね、なんかすごいわかりますけど、うん、すごい深く深い体験というか、結構ね自分の人生の中でも貴重な出会いだったりするわけですもんね、うん、そうですよね、うん、ハマったきっかけを伺ったじゃないですか、うんうんうん、で今も楽しんでいて、はい、今度未来の方にベクトルを向けてみて、うん、いっぱいふみんさん行かれてる中で、うん、もう結構行ってると思うんですけど、今後こういうバーに行ってみたいとか、バーに関するこういうお酒飲んでみたいとか、もしかしたら開業してみたいだったりとか、バーに関する夢というか目標ゴール、未来に向けてのバーとの付き合い方だったら何でもいいんですけど、なんかありますか？個人的には、うん、もうこれまで通りこう行った先々でお気に入りのバーもこう、ね、行っていきたいんですけど、全然最近あんま行ってないんですけどね、こう、うん、まあ、まったりペースでも行き続けたいし、あとはなんかバーの番組とか担当できたらすごい嬉しいなって思いますね。あ、ご紹介する規定でもいいんですけど、いいですね、なんか一元入店で、うん、こうマスターとかお店の方との感じも番組にできるようなのがあったらすごい、うん、あ、行ってみたいって皆さん思うと思うし、うん、なんかドラマが生まれそうな感じなので、そうですね、そういうのやってみたいなって思います。ちょっとざっくりですいません、なんかいえあれなんですけど、うん、いやめちゃくちゃ見たいって思いましたよ。なんかね、じゃあ具体的にどんな感じっていうのはねもう分かんないんですけど、はい、いや、うん、そうですね、すごいちゃんとした局の方が作ってるみたいな感じのもめっちゃありなんですけど、うんうん、例えいいかどうかあれなんですけど、ラーメン YouTuber がラーメン屋さん紹介するみたいに、あー、 YouTube でスポンサーがいないからこそ忖度なしでいいバーとかいいお酒を紹介できる番組みたいな YouTube もしくはポッドキャストありだなって、うん、なるほど、見たいなって思いました。ね、なんかもうねやってみたいですけどね、うん、難しいですよね、なんかやっぱそれぞれの感性だから。ただなんかやっぱりもっとバーってあの皆さん気軽に行ってほしいなっていう思いはあるから、うん、でそれがあのなんかどこのバーがいいかっていうのはその時にもよるし、その方にもよるから、うんうん、どう、難しいですよね、どういう風に番組にするのがいいんですかね、うんうん、そっか。一人の人が紹介していくっていうパターンもありだけど、うん、毎回主人公が変わるというか、うんうん、毎回紹介する人が変わるパターンのバー番組の方がもしかしたら、うん、あ、今日の人は自分に似てるかもしれないとか、今日の人は自分とは正反対でバー楽しんでるんだが分かった方が番組として面白いかもしれないですね。それすごく面白そうです ね、なんか全然発想になかったです、私の、うん、わー、なんかいいお話を聞けました。今日バーに行かれるのは20代 OL の方です、うん、みたいな、え、めちゃくちゃいい。これが45歳男性会社員の方が今日初めて行くバーはみたいな感じのとか、うん、めっちゃ見たいですね。見たいですねそれ、うん、うわーちょっと、それいいですね。ですね、実現させてます。もし聞いてる番組関係者の方いらっしゃいましたらぜひ実現をお願いします。じゃあ私ナレーションやろうかな。ぜひぜひ、すごいいい番組企画できちゃいましたね。ね、ですね。いや最高ですね、すごい発想力、はい、石田さん、いえ、これができたらいいなっていうことですね、うん、いいですね、うん、最後に、はい、いつも伺ってる質問なんですけれども、うん、まあ、僕もバーには行くんですけど、一人でっ
って、もう何年も行ってないですね。会社とか仕事の人と飲みに行った後にもう一軒行けますか、で近くのバーに行くみたいな感じのはあるし、最近それで潰れてるんですけど、いっぱい付き合ったんですね。適当にカクテル頼んでみようって言って、4人で行って4つ頼んでじゃんけんで飲みたいなものを飲むみたいな感じの楽しそう。大人のバーの楽しみ方じゃない感じがするんですけど。いやいや、そんなことないですよ。それも大人の楽しみ方をやってみたりはするんですけど、っていうぐらいのバーとの距離感なんです、はい、僕は、うんうんうん、で、一人でバーに行く楽しみを知っているふうみんさんが、僕に一人でバーに行ってみようかなってさせるとしたら、うん、何させますか。どういうバーに行ってみてっていうか、おすすめのバーでもいいですし、なんか自分を取り戻せる場所というか、うん、自分と向き合える場所をなんか見つけられたら、多分すごい一人で行きたくなると思います。あ、じゃあ最初の出会いは人と行ってもいいけれども、うんうん、ここにまた一人で行きたいなって思えるようなところを探してみたらいいっていう感じ、うん、そしたらハードルがなんか低いんじゃないかなって、うんうん、なんかまた違う楽しみ方できますよね。同じバーだけど、うん、確かに一人で行くのと友達と行くのとで、うん、どちらもすごく楽しいので、はい、一つのバーに通うって、うん、家の近くに行きつけの店を見つけるパターンのイメージがずっとあるんですけど、うん、はいはい、ホームバーみたいな、うんうん、とも限らないですかね。ですね、うん、エリアごとになんか結構お気に入りとかあって、うん、あそこ行ったらここ行くみたいな、ここのエリアに行ったらこのお店に行くって決めてる方もいらっしゃるし、はい、うんね、でももちろんホームバー、ね、お家の近くで飲んで、やっぱりそういう寝酒みたいな感じでそのままリラックスして寝るっていうのもいいと思いますし、うん、いろいろですかね、形は。確かに、さっき、うん、学校の先生やられてる時に保護者の方に会うとちょっと気まずいから、うん、ちょっと離れた場所で飲まれるっておっしゃってたじゃないですか。はい、それってまあ学校の先生とか塾の先生とか、うん、だからあり得る発想なのかなって思って、僕それあんま考えたことなかったんで、うん、なるほど、あ、そういうお店の探し方もあるんだな、面白いなって思ったんですよね。ですか、うん、なんか大丈夫かな、あの特に悪い意味はないんですけどね。あ、はい、あの一人でくつろぎたい時に気を使う人が近くにいない方がいいなっていうぐらいのものですよね、きっと。あ、でもそうですね、あ、うん、言語化するとそうです。確かに確かに、うん、そういうことですね、多分。それは全然あると思うんで、うんうんうん、行ったことのないというか降りたことのない駅のバーに行ってみるとかも面白そうですね、うん、いや面白いんですよ、うん、本当に。私この前それやって、はい、思ったことあるけどバーになんか全然最近行ってなかったみたいな場所 で、うん、でしかも調べずに一元入店するっていう、インスタグラムに上げてるんですけど、はい、何も調べず一元入店っていう。あ、もうやってるんですね。うん、動画にしたり、うんうん、でもちょっと大変なので、なかなかあの自分では言ってるんですけどね、動画にはあんましてないですけど。リフレッシュできますよね、やっぱりそういう知らない土地とか、うん、あんま行ってない土地で飲むっていうのも面白いし、うん、なるほどね、うん、それは後で教えていただいて概要欄に入れてもいいですか。あ、ぜひ。なんか汚いんですけど。はい、ぜひ。概要欄に入れてきます。更新頑張ります。なんかね、でもね、それが多分ふみんさんのバーとの付き合い方は、それが自分のコンテンツとしての義務になっちゃうと、また違う部分も出てくる時もありますよね、きっとね。そうなんです、すごいなんかカウンセラーみたいですね、うん、石川さんは。いやいや、全部私の考えてること分かってる気がします。何か SNS ってこう続けていくと、うん、楽しく自分の趣味でやっているんだけれども、うん、そこが義務になる時もたまにあったりするじゃないですか、うんうん、僕がこのムシャラジをすごく義務に感じているわけではないんですけど、うん、あ、今日編集やりたくないなっていう時は僕も諦めるようにしてるので、うん、これは趣味だからっていうので、うん、いや、ちょっとね、ちょうど今コツ聞きたかったんですよね、うん、石川さんはどうしてそうやって楽しく続けてらっしゃる、うん、そのコツは何なのかなと思って、あ、やりたくない時ははい、ちょっと遠ざかるみたいな。そうですね、うん、もう乗ってない時にやってしまうと、うんうん、本当に義務になっちゃうなっていうのと、うん、あとは変化をつけられるようにしているっていうのはありますかね、うん、ルーティーンにならないっていう、うん、ご自分の中、番組の中で例えば、うん、お話をこうやって趣味の話を聞いているだけじゃなくて、たまにじゃあ
これを見に行くのが好きだから一緒に行きましょうよとか、うんうん、あの後で言っていただいたりするケースだったりとかがあるんですね。一緒に謎解きしましょうよとか、あの一緒にコンサート行きましょうとかっていうのはなるべく一緒に行くようにしていて、ちょっと視点を変えて、うんうん、行くだけじゃなくて自分も体験してみるをやったりとか、イベントに出展してみてとかっていうのをやったりとか、なんか去年と同じことしかしてないなっていうことにならないようにはしてます。去年にじゃあもう本当に新たなことにチャレンジというかもういろいろ取り入れて楽しい、無理のない範囲で、あ、じゃあぜひバーも一緒に、あ、ぜひぜひ、はい、お願いしますいや行ってみたいです。最後に何かふみんさんから告知などありますでしょうか。そうですね、まあ、こんな感じであのゆるく私は生きてるんですけども、毎週水曜日の夕方の4時から、夜7時まで3時間の生放送でですね、武蔵野 FM という局で、武蔵野ライフ水曜日という番組をやってますので、よかったら皆さんぜひ聞いて、メールとかでテーマ決めて募集しているので、メールなどでも参加していただけたら嬉しいですっていうのが告知ですかねありがとうございます。ありがとうございます。短時間生放送すごいな。いや途中ででも結構あれですよ、いろんなコーナーとかね、再放送のところとかもあるので、うん、あれなんですけど、でも楽しいですね。3時間はいつもあっという間です、私自身は、うん、聞いてる方はどうかわからないんですけど全然3時間じゃなくてもちょっとだけでも聞いていただけたら嬉しいので、はい、時間を共有できるっていうのもね嬉しい。ふみんさん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。インタビューの中でも言いましたけど、僕自身って本当に1年のうちに緊張するのって何回あるかなっていうぐらい、ほぼ緊張ってしないんですよ。でも日常の中の緊張の一つに何回やっても慣れないなっていうのがあって、それが初めて行くバーに一人で行くこと。まあ、ふうみんさんも言ってたじゃないですか。入り口の前で5分ぐらい迷うみたいなの。あれね、結構ある気がしますね。実際行ってみたら、なんてことはないんですけどね。楽しく飲めることの方が多いんですけど、なんか緊張しますよね。というわけで本日の趣味川柳、ためらいを超えた一歩に未来あり。ためらいを超えた一歩に未来あり。新しいバーに入ってみるって、新しい学校に入学するとか、新しいバイト先に行くとか、転職するとか、そういう環境を変化させるところに似ているところがあるのかなって思います。そういうのって結構勇気いるじゃないですか。慣れ親しんだ組織から出て新しいところに行くのって、それに慣れる練習になるのがもしかしたらバー巡りなのかもしれないですね。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、ツイッターでムシャラジを検索していただき、固定しているツイートにいいねをお願いします。僕の方から DM を送りします。もちろん直接 DM を送っていただくのでも構いません。ツイッターやっていないよという方は、メールもご用意しております。メールアドレスは、ムシャラジオアットマーク gmail.com。ムシャラジオは、musharadio です。皆様からのいいね、DM、メールお待ちしております。最後に、ムシャラジは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をお願いします。それでは、今回はバー一人巡りをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。